何にするの？また来たよね。無事記念祭が開けてよかったわい。いろんなとこ連れてってもらおう。おお、街中にぎやかだな。いらっしゃい。うちのは自慢の品ばかりだ。もうまた来てくれよな。お兄さん、いい商品ばっかりだ。また来たよね。いいもんが入ってるぜ。この上物に目をつけるとはな。毎度あり。払いま、それじゃあな。お前か。ほう。やれやれ。そうだな。
心地のいい風だな。久しぶりに気ままに飛び回れて、アーサーも喜んでいるようだ。最後の任務もようやく片付いたからな。改めて礼を言わせてくれ。果たせたのはお前たちのおかげだ。今の状況を考えると、お前たちの前で全て終わったとは言い難いが、それでも肩の荷は降りた気分だ。残るお前たちへの借りを返せば、ようやく全てが終わる。あとはアーサーと共にこの地で静かに朽ち果てていくのも悪くない。別にどうもしないが、俺は与えられた任務のためにこそ生きてきた人間だ。幼い頃からそのように育てられ、すでにそれは果たされた。もう俺には何も残っては。なら新しく見つける。考えたことすらなかったな。そうか、終わるということは始まるということでもあるのか。お前は俺とは比べ物にならないほど多くのものを見てきたのだろう。不思議なものだ。お前のその澄んだ目を見ていると、こんな俺にもまだ何かがあると信じてしまいそうになってくる。全てはバルドゥークを取り巻く騒動が片付いてからだろうが、一緒に考えてみるか、アーサー。俺たちが、俺たち自身で歩くこれからのことを。こいつはなかなかのもんだな。すっごく美味しそう。盛り付けも色合いもとっても素敵。勉強になるわ。戦勝記念祭を祝うなど一体何年ぶりだろうか。すまないなアドル君、私にまで声をかけてもらって。あれは私の罪滅ぼしもあったから、そこまで気を使わなくても。さあさあスミノフさん、それじゃ遠慮なくいただいてちょうだい。ああありがとう。この味はまさか。へえ、気づいたみたいだね。ちょうどもう一人の主役も到着したみたいだ。ジュール君、追加のお料理を持ってきたわよ。
あら、パルメか。あなた、どうしよう、本物だわ。よかった、街で見かけたのはやっぱりあなただったのね。だいぶやつれてるみたいだけど、元気そうで何よりだわ。その、すまないパルメ、勝手に家を出てずいぶん迷惑をかけたようだ。ううん、あなたのことだから事情があると思ってたわ。まだ家には帰って来られないのよね。ああわかったわ。私はあなたの用事が済むまで待ってるから、せめて今だけはたっぷり食べて栄養をつけてちょうだい、パルメ。よかった、私もなんだかほっとしちゃった。それにしてもこの料理、ジュール君のお母さんが全部作ったんですか？ジュールちゃんも手伝ったそうよ。あの子いいとこあるじゃない。これはメイドとして負けていられませんね。いい君だね、父さんがあんなに戸惑った顔してる。ありがとうアドルさん、どうやら作戦は大成功みたいだ。そうだ、これを受け取ってよ。アドルさんにお礼がしたくて料理を手伝った時に作ったんだ。ああ、うん、まだ僕が怪人になる前の話なんだけどさ、ある日街で珍しく僕がワクワクする噂を聞いたんだ。それが各地を冒険しながら旅する赤毛のアドルの噂だった。あの時からなんだ、一生懸命生きようと決めて僕が棺桶ノートをつけ始めたのは。だからありがとうアドルさん、あなたに会えて本当に良かったよ。
はあ。さあ、祭りを楽しもう。いろんなとこ連れてってもらおあら、いらっしゃい。どれも自慢の品よ。誰が使うのかしら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 。
他にまた来てね。どうぞ、覗いどれも自慢の品よ。誰が使うのかしら。へえ、俺がもらっていいんだな。他に何、また来てね。迎えられてよかったわ。何かあるみたいだ。何かあるみたいだ。何かあるみたいだ。
うんうん、上出来だわ。じゃあこっちかの。まあおじいさん、そっちじゃありませんよ。今時の若い子はこっちのフリルが好みだと思うわ。さっきからあれこれとうるさいの。そんなに言うならお前さんがやったらどうなんじゃ。あら、私は口を出しますけど手は出しませんよ。アネモナさん、どうしました？はい、先ほどのおじい様たちのやりとり、あれを見てまた一つ昔のことを思い出しました。昔のことってもしかして？はい、ロスビータ、アプリリスさんと過ごした時の話です。どう、アネモナ？どうとは？その服がどうかいたしましたか？もう、あなたの新しい服よ。私が一生懸命作ったの。あなたへのプレゼントよ。プレゼントでは、私は何をお返しすればよろしいでしょう？お返しは何もいらないから、ただ私のお友達になってほしいの。すでにそうするようお父様に言われておりますが。だからそうじゃなくて、なんでよ。どうしてそんなことしたの？随分と古かったから新しい体に変えようとしたのだ。まさか魂が定着せずに消滅するなど思いもやらなかった。そこまで怒っているのだ。どうしてわからないのよ。アネモナは私が小さい頃から一緒に過ごしてきた大切な人形で、私にとってたった一人の友達だったのに。まさかとは思ったが、時を経てこのような場所で再会できるとはな。また一緒にと思ったが、そなたにも今の生活があるようだ。残念だが巻き込むわけにはいくまい。アネモナ、またいつか会おう。ことだったのね。それに小さい頃のアプリリスさんって
意外と普通の子だったんだ。なんだか新鮮ですね。アネモナちゃん笑ってる？え？あ、なるほど。どうやら人形も笑うことがあるようです。アネモナさん、じゃあ探し物は結局アプリリスさんだったってこと？そうですね、最初はそうだったかもしれません。でも今探したいのはグリムワルドを終わらせる方法です。あの人は一人ずっと戦って、でも私は何も、もう二度とあんなことがないように。ああ、はい、そう信じています。それにしても錬金術師のゾラか。僕たちが言うのもなんだけど、ちょっと変わった人物みたいだね。彼の最後の研究が何を指すのか、ちょっと不安にはなるかな。はい、手がかりだけでも早くつかめるといいんですけど。何かあるみたいだ。そうだな。
だけど。さて、怪人の諸君、それでは僕の依頼を実行してもらうとしよう。え？だってホムンクルスは今あなたが全部。ここにあと一体残っているんだ。まさか あなたもホムンクルスだっていうの？なあ、参ったよな。確かにこの監獄を視察で訪れたことはあったけど、シャトラールと言ったか？一体いつの間に作ったんだろうね。まあいいや、君と僕との仲だ。アドル、快く引き受けてほしい。そう言うと思ったから助っ人を呼んでおいたよ。アドル君、私からも頼むよ。どうか引き受けてもらえないか？バークさん、どうして？そういえばマリウスさんの友達だって言ってたけど。マルクス・クラウディア・ガルマニクス。彼はロムン帝国において子孫なる尊厳者というべき存在。恐れ多いことにその複製人間ということになる。え？そういうことか。そんなことってどういうことなの？ロムン帝国の現皇帝、その複製人間ということです。ええ？でもそのお友達って、じゃあパーコさんは？これまで黙っていてすまないね。私の本当の名はリンドハイム。元は教会の枢機卿だが、このグリアの総督を兼任している。行方不明だったはずの数奇鏡。やれやれ、おっさんもただものじゃねえと思ってたが。監獄を視察した時にあの方そっくりの彼を見かけてね。まさかと思い囚人として入り込み調査をしていたんだ。まさかホムンクルスだったとはね。リンドハイム、最後まで迷惑をかけるね。乗りかかった船ですからな。あの方と同じ顔で頼まれ事をされては叶いません。それにここまで説明しないとアドル君も納得できないでしょう。脱獄後、僕はアドルを捕らえて再び監獄に戻った。どうやらシャトラールに操られていたみたいなんだ。同じように自害できないよう制御されているらしい。まあ僕は帝国騎士の端くれでもある。自害なんて最後はなるべく避けたいかな。アドル、改めて立ち会いを頼む。こんなことを頼めるのは君しかいない。ああオンに切るよ。さあアドル、全力で受けてもらうぞ。
んの体が。見事だった。アドル、最後にいいかい。君は冒険で人々を、時には救い、時には導き、勇気づけてきた。そして多くの謎を解き明かし、世界に少しずつ影響を与え始めている。そのことの意味を改めて、冒険に自身の答えを見出す時が来るだろう。それは最後なのに説教臭くて申し訳ない。その答えが出たら、いつかそれを本当の僕に見せてやってくれ。きっと世界の役に立つ。それから今回の件、どうやら黒幕がいる。そっちは君に任せた。一緒に過ごせたこと楽しかった。お前、アドルさん。アドル君、ありがとう。ああ、知っているよ。彼も心からそう思っていたはずだ。彼が言い残したことがいつか実現できるといいね。さすがと言うべきか。大した人物だったな。黒幕、ゾラの存在も見抜いていたみたいだね。あれが、あの人がロムン帝国の。あのパーコスさんのことも驚きました。私たちそんなすごい人だって知らずに今まで。それは気にしないでおくれ。私の方こそ謝らないといけない。黙っていて本当にすまなかった。そんな今更こんなことを言っても信じてもらえないかもしれないが、今回のことがきっかけとはいえ、君たちに会えてよかったと思っている。これで私も。いえ。そうです。ロムンの総督って聞いて驚きましたけど、ダンデリオンがあるのはパークスさんのおかげですし。それに総督なら立場上見届けていただいた方が良いかと。まあ、このままいてもらった方が便利かな。うるさい守備隊を牽制してもらえると助かるしな。まあ、ベルガーごときに遅れを取るつもりはねえが。わかった。このままダンデリオンにいさせてもらうよ。政務が滞っているから、時折総督府に戻るかもしれないがね。ええ。ああ、こちらこそ。だが、いいのかい？私はロムン寄りの人間なんだが。いいんです。私は総督じゃなくて、パークスさんにお願いしてるんです。わかった。肝に銘じておこう。